暑い。マンゴー味、凍らしていたやつ。こんばんは、ゆういちさん、としやさん、大愚さん、ジョンファンさん、おいでます元気さん、エディアさん、バーバブさん、くまたかさん、むちきのこさん、ひろしさん、ゆうちゃんかわいいゆうと、ありがとうございます。あかゆるさんとさん、めちゃかわいいゆうと、セディアさん、尊いギフトありがとうございます。これ凍らしとったけんさ、あ、凍らせないでくださいって書いてあった。え、パッケージに凍らせないでくださいって書いてあった。なんで、うん、だって多分喉に詰まるけんよね。喉に詰まりやすくなってしまうからだよ。吸い込まないでって書いてある。最近関東のイベントと公演が多いねって。そう、公演はないけどフェスじゃない。ほう、そんなでも東京行ってる感覚ないけど。竹のっちさん、月さん、奥行きさん、赤色さんちさん、トロピカール、糸ちゃん、トロピカール、ナーラブさん、なんだっけ、ハイビスカス、ありがとうございます。セラピアティーフ何回目？3かな。鼻だれからなので3回。あの1回があの室内の時と、去年はまあ今年とも同じやつと、年なので3回ですね。
れ？もらったと思っていたお菓子がない。なんだ、チョコかな。チョコあんま食べないんだけどね。久々の東京日帰りでめっちゃ疲れた。え、かわいい。これなんかコアラ、見て見て、これコアラ。なんか溶けてない？昨日は早く寝たんですけど、早く寝たけん、まあ家でご、6時間は寝ていけたんですけど、そしたらさ、めっちゃ眠いってわけでもないけんさ、新幹線で寝れん、寝づらくて余計に疲れた。そうだね、だって4時間4時間の8時間やけん、1日の3分の1を新幹線に乗っているっていうことになる。チョコが染みる。東京と名古屋長い、長い本当に。さ、基本新幹線寝れないよ。寝れるタイプじゃない。こうちゃんとなんか横にならんと寝れんのよね。でも今日の帰りは首がガンガンなっとった記憶がある。8時間の食事事情。え、でも行きは朝はなんか食べても食べなくてもいいやと思ってバナナを買ったん。なんかあのコンビニに売っとるさ、リンゴとかやったらさ、冷やせんと無理じゃん。やけん常温でいけるもの、そしてまあ最悪食べんくても持って帰れるものバナナしかないと思ってそばなの買って、でもあとあのこんにゃく畑のさ大きいやつ買っとって、で食べて、でももう空腹すぎて、でついてメイクして、お昼ご飯はメールとさっき送ったやつ食べて、帰りはみんなと、みんなではないね、マックいっぱい買って帰った。
ハンバーガー、ハンバーガーとチキンチーズなんちゃらバーガーみたいなやつと、工藤が残した、工藤がねハワイアンバーガーのやつを半分くれてハンバーガーと、ポテトの L になんかパウダーかけるやつと、ベーコンチーズポテトパイを食べました。でね、起きたらめっちゃ喉乾いとった。工藤も全く同じこと言っとった。多分しょっぱいものをさ食べたけんさ、めっちゃ口がカラカラ乾燥した。駅弁出なかったのって、駅弁出ないよ。なかなかのボリュームでしょ。食べましたよ。ティフ。ティフで失った塩分取り戻したで、それ以上ですね、もはや。めっちゃ塩分感じた。私もプリクラ撮りましたよ。撮りまして、ウェマンさん、おしかかたん、タネさん、マックス様、グーさん、バーバフさん、スケさん、ありがとうございます。なんか今日のプリクラ初めての機種初めてでした。
誰が誰だか誰が誰だかさっぱりですよ。ないけん。レアレア。え、そんなに判別むずい？これは池田。これは池田やろ。そのレベル？そのレベルでございますか？じゃあベレー帽でわかる問題。サラもベレー帽で判断されるほどのそんなに？まあでも確かに他のグループさんのやつとか見たら分かりづらかったっちゃづらかったけど、そのレベル。さ、ストーリー載せようと思って載せてなかったよ。今載せた。首が痛い。爪が乾燥する。
マックってやっぱ中毒性あるよね。マック食べたら食欲バグる。並ぶさんありがとうございます。めっちゃ目が乾燥して仕方がない。ちょっと喉乾いたのでお待ちを。ナノミラーボールや。ね、ティフ配信なかったね、今日は。で、ホットステージ人すごかったねって。ホットステージしか知らんけど私は。でも人すごかったですし、今日は1曲目が暗闇やったんやけど、めっちゃ暗闇、それはそれは良かったと思いました。1,2,3,4,5,6 いた7曲とかやって、愛の重さはフルでやったのでね、
ナラブさん、ハイビスカス。60代独身さん、トロピカール。ありがとうございます。KB のステージ見れたって、誰のステージも見れてない、見れませんでしたよ。楽屋とライブをしたホットステージと特典会とで全然場所が違ったけん、全然全然って感じ。物販も物販もずっと車両で待機しとったけん、そうなんよ。物販があったら出席確認というかできるのはいいよね。そうですよ。メイナさんとのツーショットかわちね、メイナちゃんごちゃで一緒だった。メイナちゃんは連絡してお互いが近くにおったけん、あった。去年はお互いがごちゃの後でそうあったよね。マグネット無事ゲットしました。お仕事マグネット、物販に立っとって、あのガチャガチャガチャじゃない、ちゃんがらみたいなやつで、みんなステッカーかマグネットかで選べるんやけど、みんなマグネットでって言っとった。
物販とかだと自由時間なさそうだねって。基本自由時間なんてないよないですよ。物販がなかったとしてももうその分早く帰るだけだよ。ございません。でもさ、今回もまあ TIFF で東京行っとったけんさ、沖さんも沖さんと南さんとひなさんがそう連絡してくれて、空いてる時間ないんって会おうって。帰りますって日帰りなんです、日帰りなんですよって言うね。日帰りなものでなんぜっていう話をして。60代独身さん、ナポさん、ありがとうございます。そう、今月ねサマステとかでも行くっちゃ行くけど、秒でそんな時間はないですね。しくしく、広島へ戻っておいでよ逆にね、逆に広島に帰っておいでよ。私が東京に行くよりみんなが帰ってきた方が早いよ。サラピの中いい人みんな東京って、まあ何で感じるって、一番さやっぱ広島で急に夜ご飯とか誘いたいなって思った時に、なんかいないってなる。特に沖さんと南さんはそうめっちゃ仕事終わりとか急遽でめっちゃ行きよってけんさ、もう最近は急に誘えるとなったら限られる。胸息が無理やったらもう諦める胸息が無理ならはいもう諦めましょう。一人でコンビニに行くか、もう食べること自体ご飯自体諦めましょうってなる。そう、今までは沖さんと二人で行ったり南さんと二人で行ったりまあ三人で行ったりとかまあそういう感じになるんですけど、胸息やめたらやばい。
胸行きがいなくなったらやばい。さやかりん、さやかりんね、うん、行くけど、行くけど、やっぱいろいろ気にしてる人、まあ偉いことなんですけどね、あのカロリーとかなんかそういうなんていうの、そう気にするけどさ、みなみさんはとおきさんは食べる量も、なんかおきさんはサラが食べる量に張り合ってくる感じ、なんかスシローですらなんか謎に張り合っとったらしいし、後から聞くところによるとサラが食べるけんなんか食べたみたいな言っとったけど、なんか飛んできたよ。ツッキーちゃん、アリがクマタワー、何タワーや。胸キは、うん、そうね、まあ、同期だしね、全然断ってくれるし、なんていうの、断ってくれるって言ったら変やけど、アイコのね、卒業も結構悲しみって感じ。何タワー、何でもないタワーですか、気まぐれタワサラは
ありちゃんに一人暮らししてほしい、広島で。本人にもね言うんですけど、そりゃね、実家が広島だったらわざわざ広島で一人暮らしをする必要がないからね。そりゃしないかって感じ。やじうまさん、くもー、ありがとうございます。実家のメンバーはね、やっぱなかなか ツッキーちゃん、ありがとう。ありがとう。苦。久々の日帰り新幹線にめっちゃ疲れた。まあ普通にね、太陽いっぱい浴びたのも多分あるけど、めっちゃ疲れた。空港がもっと近くに来てほしい。空港もうちょっと近くに来てくれませんかね。チクチクする。
外そうかな。もうチクチクしちゃうよ。いた。なんか、あ、え？するんですけど。これはちょっと衝撃映像かもしれん。ここがめっちゃチクチクしとったって思ってさ、これはやばい。これはちょっとグロテスク。髪の毛抜けすぎじゃないこれ。え？これさ、髪の毛切りすぎじゃない？なんかめっちゃチクチクするってさ、こうやってピュッてやった瞬間さ、毛がいっぱい、大事な大事な髪の毛がめっちゃ抜けたよ今。多分ね、このゴムに絡まってたんだろうね、きっと。なんか複雑、今日複雑すぎて髪が。まあこんなね、急に縛られてるし、ベレー帽つけてたし、ベレー帽のピンもあって、紫外線には絶対にやられてないね。ベレー帽かぶってたからね、私は今日。痛いな。暑いけど紫外線、日差しからは守られていた。マグさん、コーラさん、ありがとうございます。髪もダメージや。恐怖恐怖、なんかどうなってるかが今日わからない。複雑。なんかさ、ここがめっちゃ複雑なんよね、このここが。日焼け止め入念に塗ったのに1日で焼けてしまって悲しい。それはもう冷やした方がいいですよ。まあ本当はね、帰ってきた瞬間冷やした方がいいんだけど。冷やしてビタミンを取る、それだけでもだいぶ違うと思いますよ。
夫婦次は目が乾燥するもっと雨だこりゃ。今はほっぺたに冷えピタを貼っていますって。ほっぺたに冷えピタ、冷えピタ、それはちょっと大丈夫なんか分からんけど、私はいつももう今日絶対焼けたなみたいな日はもう帰った瞬間に保冷剤で足とかもバン、もうめっちゃ冷やすよ。髪の毛がめっちゃ切れた、最悪じゃん。まあ人間一日で何百本、何十本、何十本ではないか、何百本とまあ髪の毛抜けると言いますからね。切れてそう。60代独身さん、くまー、ありがとうございます。もうできることなら明日は家から出たくない。だがしかしそれは無理。新メンバーオーディションにサラピがいるって、いません、いません。誰々に似てるはさ、でしかないから言わないでください。で、何ですかってなる。なんかさ、たまにさ、お店の店員さんが似てたみたいな、知らんしと思ってさ、やけん何みたいな、だからなんやってなる。知ったこっちゃないよ、知ったことないわ。そんな、そんな誰にでも見えちゃうんだね。でしかない。かげろうさん、ありがとうございます。
と言ってる間に、もうこんな時間、なんか今日めっちゃ土曜日って感じがするんよね。でも今日は日曜日。そう、今日は土曜日であってほしいな。もう明日ゴロゴロしたい。みんなも土曜日であってほしいよね。明日は月曜日。そうね、今週末、今週末っていうかな、来週末、来週末というか、まあ今週末忙しいですね。確かにやばいね。まあ楽しみもいっぱいあるけど、普通にハードスケジュールは始まって、まあまだ始まったばかり。まだ始まったばかりです。56分だ。ランキング読まないと。ではランキングを、あ、まだ早いか。お仕事、そうだよ、そうだよ、お話し会再販受付中です。お待ちしています。会えるところに会いに来てください。じゃあランキングを読みたいと思いまーす。
またおすすめは送りますが、おのおの来れるところ来てください。48位ひなつさん、24位ジョンファンさん、13位とちゃん、12位おいでます元気さん、11位マグさん、10位バーバブさん、9位花火師さん、8位ゆうちゃん、7位セリアさん、6位ウエマンさん、5位赤色サンチさん、4位ヤジウマさん、3位60代独身さん、2位ナラブさん、1位ツッキーちゃん、ありがとうございました。今日はティフ会いに来てくれた方ありがとうございました。それではまた明日から平日、明日からも頑張っていきましょう。まあサラはそんなね、平日土日関係ないんだけど、頑張っていきましょう。ありがとうございました。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。